博士課程とは、大学を卒業後、大学院で修士課程を修めた後、さらに研究を深めるべく進学する場であり、学生の最終到達点である。この課程を修了した者には博士の学位が与えられる。研究者としてグローバルに認められるにはこの肩書きが必須であるため、その取得に向け学生たちは日々研究に打ち込むのだった。研究がしたいから明大学の理学部に行きたいんだ。研究内容が面白そうだからホワイト犬に住もうかな。俺は世紀の大発見をしてやるんだ。俺の名はゆとり、24歳。この春グレー大学理学研究科の修士課程を修了し、博士課程に進学したばかりの1年生だ。就職をする選択肢もあったが、修士時代の研究テーマが好きでそれを続けたいと思い進学を決めた。おはようございます。3年間の研究計画を早く書かないと。博士は修了するのに最低3年、学部の4年と修士の2年を合わせると博士号を手にするまでに9年がかかる。長い長い学生生活だが、アカデミックの世界に進むためには逃れられない道のりなのだ。ゆとり、追加データは取れてんのか。はい、今週中には。修論の内容で論文投稿できるよう、しっかりやってけ。わかりました。論文投稿、それは研究者たちが避けては通れぬ道である。特に博士課程では論文投稿が修了要件に含まれているためだ。具体的には、査読して論文を何度掲載しろなどの厳しいノルマが課される。査読とは、論文が学術誌への掲載に値するか厳格に審査されることであり、一定水準を満たした論文でなければ査読は通過できない。学士、修士までと比べ博士修了の難易度は桁違いなのだ。手を抜かずに取り組まないと。大学行くか。研究室にはコアタイムというものがあり、この時間帯はラボにいなくてはならない。うちは9時から5時までがコアタイムだ。博士学生の1日は講義受講、TA、後輩のサポート、研究室の雑用など、日によってやることは様々あるが、生活の基本は自身の研究、これに尽きる。ただ闇雲に実験や解析を繰り返しているわけではない。世界中の論文をサーベイして先行研究を学んだり、勉強会などに参加して意見を交換することも欠かせないのだ。ひたすら研究漬けの日々、好きでないと続けられない生活だろう。実験設備の利用予約をしてっと。読み始めります。あれ、もうそんな時間か。それじゃあ黒田君、発表を始めてください。それでは M1 の黒田より進捗発表をいたします。研究室には学士や修士、博士の学生陣、さらには助教、教授などの大学教員が所属。学生陣は学位の頭文字を取って D1、M1 などと呼ばれたりする。以上で終わります。あのさ、実験料足りてねえよな。先週言われたのはやったのですが、条件変えてもっと試さないとダメだろ。それに実験手順合ってんのかよ。先行研究がこれでしたので。前の研究はアナライズ正しいわけ。なんでその手順か論理的に説明してみろ。それは審査してたら就活させねえぞ。ゼミ発表ではボロクソに詰められるまでがお決まりの流れだ。そろそろお昼にするか。今週は飲み会もあるし安く済ませよう。博士学生の懐事情は苦しいケースが多い。なぜなら研究が忙しく、学部時代ほどバイトができないため、日々の生活費や学費を賄えないからだ。返済不要でお金をもらえる制度もあるが、俺の研究成果では落ちてしまったので、 TA の収入や奨学金を借りることでやりくりしている。うち金ないし、修士で卒業して就職することにしたわ。博士は就職しづらいし正しい判断しよう。金銭的な理由で
博士離れをする者は後を絶たない。日本の研究者を取り巻く環境はとても厳しいのだ。お、日本人がまた快挙です。レインボー大学の小野中教授がノーベル生理学医学賞を受賞しました。俺も頑張らなきゃ。大学の卒業ぶりだな。白井は修士出て今年から社会人だっけ。ああ、使える金も増えたし飲み歩いて楽しんでる。天狗は学部卒だからもう3年目か。ああ、毎週ゴルフとオロコン三昧や。ゆとりは妊娠したんだっけ。うん、妊娠、それは文字通り博士課程に進むことを意味する。また某国民的漫画のセリフで表現されることも。働きながら博士号取る社会人ドクターでもよかったのに。大企業の研究職なら金も仕事も安定してるしモテるじゃん。自分のやりたいように研究したかったからさ、教授を目指して大学教員になろうと思ってるんだ。教授なれるのなんて一握りの天才だけだろ。今の研究って何かの役に立つの。それはもったいね。そういえば白井さ、今度合コン行くんですよ。また飲もうな。おう。みんな社会人になってどんどん先の人生を歩んでる。それなのに自分はまだ学生で進路も定まってない。企業への就職も視野に入れるべきなのか。ついにやってきた。おーい、今日から4日間は待ちに待った国際学会が開催される。国際学会とは世界中の研究者が成果発表のために集い、その妥当性を検討、議論する場である。それにしても、先生が出ろっていう学会はいつも南国なんだよな。おい、イタリア。あ、先生。え、お前の発表は3日目の午前だな。準備は完璧だろうな。はい、万端です。そういうことか。俺の顔に泥出るんじゃねえぞ。はい。しかし学会参加までは至難の連続だった。論文修正のために研究室には寝泊まりだったし、全て英語の原稿を発表用に覚える必要だってあった。論文が査読を通過した者たちだけがここで発表できる。国際学会での発表は研究業績の一つとなるため、皆が必死に準備をするのだ。この4日間は楽しむぞ。自身の発表以外は自由行動となるため、他の人の発表や基調講演などを聞いて回って過ごす。最新の知見が得られたり、国内外の研究者と交流を図れるのが国際学会の魅力だ。研究費で旅行気分を味わえるのは研究者の特権だ。これまで頑張ったんだし、ちょっとぐらい自分にご褒美あげても。ゆとり、お前なんでこんなところにいるんだよ。ゆとりの発表も終わったし、あとは酒を楽しむだけだな。サボらず学会に参加してたんだろうな。はい、しっかり聞きました。たく、早く次の酒持ってこい。はい。学会も終わりに近づいた夜に開催されるのがこのレセプションパーティー。ここでは最後の大仕事、俺はとにかくすげえんだよ、教授の接待が待ち受けている。金も持ってるし、顔も聞け、分かってんのよ。ホワイト先生、ご無沙汰してます。おお、ブラック、久しぶりだ。今日は飲み残すぞ。酒だ、酒、酒持ってこい。解放のお手伝いありがとうございました。ブラックさんのお噂はたびたび聞いてます。ホワイト犬で博士号を取って、レインボー大の黒中犬で助教になられたんですよね。運が良かっただけだよ。たまたま枠が空いてて。いえいえ、ノーベル賞の研究室ですごいですよ。教授にもすぐに。だといいんだけど、そんなに甘くなくてね。一般的には助教、講師、准教授、教授とステップアップしていくけど、席が空かないと上には上がれないし、少ない席を大勢で取り合うことになる。それにうちは任期付き助教だから、タイムリミットまでに次の職場を探さないといけないんだ。厳しい世界なんですね。ゆとりくんは大学教員のキャリアも考えてる。一応それならこれも知っておいてほしい。博士卒業後すぐ助教になれるとも限らないんだ。え、その場合大学や研究機関でポスドクと呼ばれるポジションを経由することになる。ポスドクはプロジェクト遂行のために雇用される研究スタッフのことだけど、給料は低いし
上がる見込みも薄い。さらにクビになることだってあるんだ。人によっては成果が出ず10年以上ポスドクとして過ごすケースだってある。そうなんですね。初対面なのに怖がらせちゃってごめんね。ただ大学教員を目指すなら覚悟を持っておいてほしい。ま、応援してるよ。それから俺は日々の研究や論文投稿に追われ、気づけばあっという間に D にも終わりに差し掛かっていたが、進路にはまだ迷ったままだった。私事ですが、本日入籍しました。同級生がみるみる次のステージへ進んでく。俺は一体どうしたいんだろう。ノーベル賞の黒中教授から若手研究者へのメッセージです。実は昔は落ちこぼれで、私の研究人生は失敗と挫折の連続でした。何度もやめよう、逃げ出そうと考えたこともあります。しかし私がここまで続けてこられたのは、ひとえに研究が大好きだったからです。日本の研究者を取り巻く環境は厳しいかもしれませんが、それでも新しい発見がしたいという強い思いがあるならば、諦めずに自分の道を突き進んでほしいと思います。あった。優秀賞おめでとう。そうだった、俺研究がしたいからグレー大学の理学部に行きたいんだ。研究内容が面白そうだからホワイト犬に進もうかな。よし、成功だ。え、もう朝？没頭しすぎだ。自分のやりたいことなんてずっと決まってたじゃん。よし。天狗、結婚おめでとう。おめでとう。サンキュー。お前らも早く続けよ。そういえばゆとり、就活始まった？それなんだけど、グレー大のドクターならどっか調べてるだろ。俺、大学教授を目指すことにしたよ。え、お前本気か？うん、やっと決心がついたんだ。厳しい道のりでも世紀の大発見を目指して研究したいって。どうなっても知らねえぞ。ノーベル賞取ったら賞金でおごってくれよ。確かに安定した道ではないかもしれない。うまくいかないことだって多いだろう。それでも俺は自分の夢に向かって突き進む。というわけで、博士課程についての動画はいかがでしたでしょうか。このチャンネルでは今後もキャリアや職業に関する動画を投稿していきたいと思いますので、見逃したくないという方はチャンネル登録と高評価お願いします。もうすぐ40万人か、頑張らないと。